皆さん、こんにちは。山チャンネルの山健です。フッテスタ2021。今回もフォワードの選手を変更して、試合の方出ていきたいと思います。今日が、スペシャルリーグ、サードディビジョンの第4節ということで、現在第2位。2位以上にならないと、上には上がれないので、残り、この試合含めて、4試合。ここはちょっと負けられないな、という形になります。で、今日入れる選手が WCCF 2012-2013 キングオブレジェンドのステファノと WCCF 2015-2016 のモリエンテスになります。はい、ステファノの方はもう左右どちらの足でもドリブル、パス、シュートがものすごい上手いと。で、高精度のヘディングも使うし、守備もしてくれるということで、ブロンドの矢。はい。伝説を築いた名選手になります。で、モリエンテスの方も一時期使ってる監督さんが結構いらっしゃったので、今回はオールタイムレジェンド版を入れてみました。ということで、この2選手で戦うリーグ戦、よかったら見ていってください。動かすか、監督の手腕が問われます。ワールドクラスの選手が揃う非常に優れたチームです。一方、アウェーチームは 3-4-3 のフォーメーションで対抗します。ディステファの足の速さには非常に定評のある選手です。サイドを崩しクロスによる攻撃を組み立てます。一人で行く。ここで奪われた。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。ボールが奪われました。両チームがお互いの様子を伺っているようにも見えますが、カンナバール、ここは通させない。前半まだシュートを打てていない両チームです。現在チームは暫定2位。チャンピオンの座を虎視眈々と狙います。アリツ、そのまま入った。大歓声でスタジアムが揺れているのが実況席まで伝わります。この1点でチームは波に乗りたいところです。1対0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。回してボールを取り返す。さあここから反撃が始まるか。奪われます。中央へ送って、アレハンドロ・ゴメス、身長165センチ、アルゼンチン出身。今日はセカンドストライカーでの起用となります。シュート決まった。このゴールは痛い。相手を勢い追いつける得点となってしまったか。この同点弾でなんとか追いつきます。両チーム譲らない。非常に見応えのある展開になってきております。カンナバール、ここで仕掛けに行く。カンナバールからロベルト・カルロス。カンナバール、勇敢にペナルティーエリアを死守します。前線付近でボールを持ちます。ダイレクト。このシュートは枠外でした。ゴールキックになります。ゴールキックでリスタートです。ワントラップ。ここでのプレスが果たしてどう機能するか。左へ送りました。ボールを奪います。監督からパスの指示が飛びます。ボールを回します。ここでボールを失う。パスを送りました。アレックス・サンドロ、サイドからの攻撃は彼が封じます。抑えてライン終わりました。ゴールキックになります。キーパーのキックで再開です。止めて運んでいった。積極的にボールを奪うよう指示を出します。ここで奪って、この指示で選手たちがどう動くか。前半終了のホイッスルです。両監督、前半の戦いは納得がいくものだったでしょうか。ハーフタイムでの準備が試合の明暗を分けることになりそうです。まもなく後半が始まります。マラドーナ、多彩なスルーパスでチャンスを作れるか。中央からのスルーパスを中心に相手ディフェンスラインの裏を狙います。互角の戦いを演じた前半、決着をつけるべく大胆な采配が必要になるかもしれません。ここで奪って、
さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。今のファウルでホイッスルが鳴りました。キーパー、キッカーの動きに注目します。ここはきっちりセーブ。アレクソ・サンド、今のファウルでホイッスルが鳴りました。フリーキックで再開です。マラドーナからディステファン、入った、決まった、見事なシュートでゴールが生まれました。持ち前のスピードを生かしました。後半13分、キックオフから試合再開です。アレオラ得意のセービングでチームの勝利を支えます。ボールを取り返す。持ち前の守備センスが光ります。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。前へ送りました。このボールを前線付近でボールを持ちます。奪われました。縦にイリチッチ、丁寧に足元を使う。アレックス・サンドロがパスカットに入りました。監督の戦術を重視した攻めを形成します。パスカットしました。カンナバーロ、勇敢にペナルティーエリアを死守します。右へ送った、奪います。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。止めて、マラドーナから左へ、右に出しました。ゴールにつながるか。マラドーナからフィシチェフ、フィシチェフがキープ。残り時間、選手たちにどんな指示を与えるのか。ここで奪い返します。マラドーナ、ゴール、入った。サポーターも狂喜乱舞。監督の狙いが見事に結果に結びつきます。この選手交代で流れを変えたいところ。後半37分、この試合を制するのは果たしてどちらか。フィッシュ、期待通りの働きを見せてくれる選手です。ここでボールを失う。左に出す、右へ送りました。前へ送って、奪いました。監督の戦術を重視した攻めを形成します。縦へ送る、モリエンテスから右へ。ここで奪い返された。これは自分で持っていくか。さあアディショナルタイム、これが最後のプレーとなるのでしょうか。ボールを取り返す。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。監督の戦術通りに選手たちが動き、攻撃を仕掛けます。キーパーを抑えます。ここでホイッスル。勝利はもちろんのこと、次にもつながる試合となりました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。